日常演技の食ふたにようこそ。さて本日のことはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ミスタードーナツの氷コーヒーとチーズ&ミートパイを食べたいと思います。氷コーヒー、なんか凍らせたコーヒーをミルクで溶かしているみたいですね。なんか小さいサイズと大きいサイズがあるんですけど、どんな感じなので、そちらのミートパイもなんか香ばしい香りがしてきて美味しそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。チーズミートパイはさっくりとしたパイ食感のパイの後にトマトソースの酸味やミートソースが口の中に広がってくると美味しかったですが、あれチーズどこ行ったって感じでした。なのであくまでもミートソースを味わうパイという感じでした。なのでこちらをテイストさせてくれ。でこちらの氷コーヒーなんですが、ちょっと溶けるのが遅いかなっていう気がしました。なのでじっくり飲みたい人はいいんですけど、ちょっとせっかちな人には向いてないかな。自分もせっかちですね。ただ単に美味しい牛乳飲んだだけというような感じで、最後の方にちょっとだけカフェオレになった、そんな感じですね。なのでちょっと今行きたかったかなということで、こちらもテストさせていただきます。シャリシャリの氷コーヒーは悪くないんですけど、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。